クズハ峠と白馬大仏蒲原温泉付近の崩壊部クズハ峠は新潟県糸井川市にある峠。標高は440メートル。姫川に沿って糸井川市の平岩集落から小谷村の湯原集落の間にある峠。かつては潮の道の難所として知られた。現在は国道148号の旧道が存在している。この旧道は 峠の南側斜面が1995年に発生した7.11水害により崩壊しながらく普通状態であったが2006年から斜面の復旧工事が行われ2015年には通行可能となっている。なお、この峠自体は県境となっておらず峠から南へ2本目の沢にある国海橋が県境となっている。くず峠は 三角形の大地上の高まりであり、周囲の地形とは異質である。このことから1502年1月28日に発生した越後南西部地震により、姫川を挟んで東側に位置するまないた山が崩壊、その際の報道から形成されたものと考えられており、調査が進められている。牧土地の木は年に糸川市の天然記念物に指定され、 糸井川市教育委員会の案内柱がある。峠の北側には白馬温泉が、峠の南側には蒲原温泉、猫花温泉が位置する。ありがとうございます。